ひづきとかなでかおるの女子力アップ番組番外編イエーイ。なんかさ、これさ、はい、セリフっていうかタイトルコール毎回思うんだけどさ、はい、長いんじゃない？女子力アップでいいじゃないですか番組番外編とかさ言ってるとさ、はい、ね、あのさ、毎週火曜日やってるレギュラー番組あるじゃん、自分、はいはい、あの目指せ芸能界デビューみたいな、はい、それに比べて長いよね。女子力アップ番外編でいいんじゃない？マジで？女子力アップ番組はいらない。いらない？はい。マジで、俺喋りたくてしょうがないんだ。喋りたくて、そこはどっちでもいいんじゃないですか。じゃあ、タイトルに載せるだけでいいんじゃないですか。ああ、そうですね。はい、喋るのだけは、うん、今みたいに次回やる。あ、ね、はいはいはい。はい、あれ、なんか知らない人の声が聞こえたけど、誰なんでしょう？ただいまの声、こちらでございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、仕事しちゃいます。はい。まあ、今回もね、こちらの方は、はい、ですね、まあ、通常営業ということでですね、お客様を交えての、声が入っておりますが、ですね、ご了承ください。はい。はい、ということでね、前回ね、あれですよ。はい。女子力アップ番組の、ということで、これも番組オーナー、何言ってんだろうね、ちょっと噛んじゃった。前回もそうないんだけど、方言もそうなんだけど、はい、まあ、この間さ、ね、ハロウィンとか、まあ、クリスマスメイクをやったじゃない、はい、はい、クリスマスメイクのお話、うん、やったじゃない、はい、あ、ハロウィンですね、うん、ハロウィンメイク、はい、やって、うん、ハロウィンじゃなくてクリスマスメイクしてみたかな、ああ、はい、うん、この辺でやるからいいんだけどね、はい、うん、でもうね、かれこれもあれだよ、今年も終わっちゃうね。そうですね、しみじみですね、しみじみ飲めばしみじみ、しみじみと飲めばしじみ、しじみですか、しじみですかってしみじみね、しじみとしみじみは違うから食べ物が大好きだからね、しじみしみじみし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 みじみしみじみしじみって言ってください。え、どういうこと、最後に、しじみしみじみしみじみしじみ、お、はい、しじみしみじみしみじみしじみ、おお、言えた。え、何やってんでしょうか。え、これ言えたら何なの、はい、え、そういう話じゃないですよ。そうですね、はい、で今年ね、1年振り返ってみて、はい、嬉しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、ね、はい、だからいろいろあるじゃない。そうですね、エピソードは、はい、で、香りにとっての1年ってどんなものだったの。今年は本当に一番すごい1年でした、うん、今までで。おお、どうしたの。だって今振り返ってみるとですよ、うん、1、2、3月、うん、まだ地元で大学院生だったんですよ。おで、そうですね、うん、最初はその、そうでした、それはもっと前でした、すみません。で、うん、こう東京に出て、あ、まあ、論文書いてたんですけど、その時は、うん、で、論文終わったら、うん、東京の会社に就職しますっていうことだったわけですよ、うん、で、4月から就職して、うん、会社で働きながら新しい夢を持って、うん、今みたいな、その男の子や女装っ子さんや、まあ、セクシャルマイノリティの方とかに何かできないかなと思って動き始めて、起業したいなとか思って勉強しながら行ってるうちに、こう LBS さんに出会って男の子モデルとしてデビューしてみたいな、すごいと思いませんか。すごい人生の転機というか、転機というか、はい、転換ね。え、転機って言いませんか。転換じゃなくて、え、転機って言うと、うちらでは転換って言うけど。あ、そうなんですか。だから、はい、人生で一番すごかった1年でした。おお、はい、なるほど。え、恋しましたとか、なんかそういう、恋しましたとかね、なんかそういうね、はい、いや、こういうことありました、うん、ありましたっていうのもなんだけど、なんかね、ちょっと期待してたのとね、違った。そうですか、うん、何を期待したんですか、むしろ。え、なんか恋してまーすとか言って、お、いいじゃんそれ、なんか詳しく聞かせてよとか、なんかさ、突っ込もうかなと思ったらさ、意外とね、はい、あの、こう見えて
え、こういう展開がありましたって言うからさ、普通じゃんみたいな。普通じゃないですよ、全然。本当に、はい、全然。確かにね、まあ、サラリーマンからね、転換して、ね、男の子モデルとしてね、まあ、なったのは、はい、うん、へえ、なんでしょうね、それは、まあ、嘘の人もね、はい、そう、すごかったですよ、だって想像もしてない世界に入ってきました、昔は。ただ、自分はね、はい、それをまあ、こうやってさ、まあ、入っても、今どれぐらい3ヶ月くらい。3ヶ月くらいか、はい。でもさ、入った当時に比べてさ、はい、この間あの熊本の方にも実家があるんですけど、ね、はい、まあ、地元に帰って免許の更新だっけ、はい、行ってきた時に初めて親に、はい、そうですね、あのね、告白をしたんですよ、はい。それ告白っていうのは親に大好きですっていうのがあって、はい、そういう告白ではなくてね、はい、あの男の子モデルっていうことで、まあ、男の子の格好するわけじゃないですか。そうですね、男の娘ですね。の方で男の子の格好をしてて、はいはい、親にしてるんだけどっていうね、話をね、言ったところ、親から LINE が来なくなったんですよね。そうなんです。最初 LINE が来なくて、2日ぐらい来ませんでした。それだって重大ニュースじゃない？そうですね、それもそうでした。そう。それも含めて、うん、でも、はい、確かに帰ってくるときは、普通の格好で帰ってきてねとか言いながらさ、はい、帰るときにさ、まあ、応援してるよって言ってくれたわけでしょ。そうですね、はい、うん、いい親じゃん。いい親です。帰ってくるときもやっぱりそれは周りの世間に目があるからね、はい、お宅のカール子さんどうしたの、なんか女の子の格好してるけどそういう趣味でもあるのみたいなさね。そうですね、なんかいろいろまだ大変みたいです、うん、そう。でもね、ゆくゆくね、はい、こうやってね、まあ、ね、どんどん上に上がっていくにつれてさ、やっぱ露出もさ、多くなってくるわけじゃない。露出で脱ぐわけじゃない、脱ぐとかじゃなくて見れる露出の方が、はい、多くなってくるわけじゃない。メディアに、はい、そうなってくるとさ、やっぱりさ、こういう格好してるってことはさ、はい、いずれ親だったりさ、もう周りにも世間にも知られるわけじゃない、はい、あれってカール子ちゃんじゃないのみたいな。そうですね、はい、ね、うん、まあ、早かれ遅かれね、そうですね、最終的にはバレるだろうけど、はい、そう。でも親はブログとかは見てくれてるみたいです、うん、なるほど。メディアを通してならなんとか受け入れられるって言ってました、うん、趣味っていうか、はい、もうそういう仕事じゃなくてやってるって言ったら親はドン引きだ。え、仕事、え、どういうことですか。4歳の芸能界とかで、はい、そういうね、仕事してるからも男の子とやってるかもしれないけど、例えば普段はサラリーマンやってます、はい、でも趣味っていうか、でも家でこういうことやってますからさ、うん、そうですね、そしたら親がもうそうですね、ドン引きだよね。そっちの方が、うん、どうでしょうちょっとわかんないですけど、うんうん、なるほどね。で逆に、まあ、それがあの重大ニュースの、はい、重大発表というのと、まあ、あの、なんか、え、何ですか。嬉しかったこと、嬉しかったこと、うん、嬉しかったことですか。なんかあった。え、嬉しかったことは男の子モデルになれたことじゃないですか。あ、それ聞いたか。はい、うん、聞いて、はい、それで重大ニュースがあるか。そうです。こう、悲しかったことありますかね。悲しかったこと、悲しかったこと、悲しかったこと、この間悲しかった時、悲しい時です。悲しい時、悲しい時、うん、悲しかったことなんかなくないですか。そんな、自分が指を落とすか落とさないか。あ、それは悲しかったですけど、泣きましたけど。そう、はい、今から指を落とします。ポン、あー指がそんななんか綺麗に曲がらないですよ小指だけ曲がんない、うん、そう、ネタだけだね。はいそうですね。でも悲しいことってあんまり考えられない。変わるもだって、まあ、はい、出会ってまあ3ヶ月かもしれないけど、 その3ヶ月でもうようやくやっても今年も終わっちゃうわけじゃない。はい、その3ヶ月で、ね、まあ、嬉しかったこと、まあ、
ね、重大発表だったりとか、まあ、聞けたけど、はい、まあ、自分どうだったのかな、まあ、これっていうのは何、あれ、はい、これっていうのはさ、ここに入ってからの1年間を振り返るのか、それとも、ここにいるいない、うんぬん抜きにして、振り返った方がいいのかな。え、だって、今年が終わりますっていう流れから来たんで、うん、2014年について言わないといけないんじゃないですか。まあ、自分もね、まあ、入ったのは1月の後半ぐらい、はい、だから、まあ、ほとんどほぼね、まあ、1年ぐらいにはなるんだろうけど、はいはい、まあ、正確には、まあ、12ヶ月とか、そういったことなのかもしれないけど、はい、うん、今年1年振り返るとしたら、嬉しかったこと、まあ、うん、まあ、こうやってね、まあ、男の子モデルって言ってね、はい、まあ、まあ、自分ずっとこうやってますけど、はい、そこにね、まあ、新しく、まあ、男の子っていうのがね、中に入ったっていうのは嬉しかったことですね。やっぱそういうふうに同じくなんかそういう趣味を持ってきてたりとか、はい、ね、本格的にそういうなんかセクシャルバイノリティの方とかね、はい、まあ、そういう方とかもね、まあ、自分嫌いではないので、逆にそういう人たちとね、やっぱり触れ合いを持って、どん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 ね、ああいう働ける環境だったりとか、まあ、そういうね、場所を作っていけたらいいかなっていうふうには思っていたので、はい、それは嬉しかったかな。ありがとうございます。うん、あとね、はい、この間自分誕生日迎えて、まあ、15歳迎えたんですけど、その時に店長と、あの副店長も、まあ、うちの事務所の方で、まあ、ライブハウスの店長と、まあ、副店長という形でやってるんですが、はい、そこで、まあ、歌を歌ってるんですね、2人も。はい、まあ、それで、そのお二人方からですね、なんか歌のプレゼントを、そう、してくれるっていうことで、はい、はい、CD を作っちゃいます。作っちゃいますか。うん、メジャーデビューです。CDR、はい、とりあえずね、路上ライブやりますよ。はい、うん、路上ライブ一歩前進できた。一歩前進できますね。うん、ギュッてハグしてしないといけないです。え、どうした急に急に、うん、自分の曲です。うん、じゃあ、はい、曲、うん、そうです。タイトルはギュッてハグしてチュッてしてる。おう、ギュッてハグしてチュッてして、ギュッてハグしてチュッてして、無理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 って、そんな、ね、そんなね、はい、曲をね、歌われてもね、はい、無理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 ってなっちゃうか。可愛い曲かもしれません。確かにね、確かにね、かもしれません。ギャップが激しいからね。そう、ギャップ、演歌歌うからですか。ほう、なるほど。はい、てな感じで、まあ、自分は、まあ、それはね、まあ嬉しかったことかなっていうのと、まあ、重大ニュースにもなるんだろうけどね、これがね、うん、重大ってことは10個あるってことですよ。はい、え、重大っていうのは数字の10に大きいで重大ニュースじゃないですか。普通に重大じゃなくて、重いって書いて重大だ。あ、そういうことですか。そんなこと言ったら10代、10代のニュースかもしれないじゃないか。いや、だって普通の一般的に重大ニュースって言ったらトップ10みたいな感じです。いや、そんなことないですよ。え、そうですか。絶対そうですよ。いや、おかしい、おかしい、おかしい。おかしくないです。謝って。あ、だってこれはおかしくない。嘘でしょ、ルー、じゃんけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ。一曲負けるんだからね。で、俺ね、最近じゃんけん勝てないんですよ。なんか突然強くなったんです。そう、相手のね、あの心を読むことができるようになったので、はい、今のは絶対勝つと思ったんですけどね。そう、うん、確かに変えてくるかなと思ったけど、はい、うん、変えなかったでしょ。はい、だから自分変えたでしょ、うん、俺変えると思ったでしょ、自分の中では。多分、自分が3回連続でグー出すわけないと思ってると思う。まあ、裏書かれてるからね。どうして、どうしてってあなたの心を読んだからですよ。だからじゃんけんには勝てない。もう一回、最初はグー、じゃんけんポン。やった。初めてじゃないけど。勝
ルールじゃないけど、だって俺勝った、うん、今だってほとんどやる気なかったんだけど、やる気なかったし、言い訳してダメで言い訳もクソもないけどなんでじゃんけんしてるんでしょう、わかんない、うん、悲しかったことはありましたか、いいよいいよ、はい、今は普通に手抜きでじゃんけんしたけど、はい、普通にじゃんけんしたら勝てないからね、うん、じゃあもう一回真剣勝負、あ、いいよ、なんか一回に、はい、一回でいい、はい、分かった、最初はグー、じゃんけんポン、うん、まあ、このね、はい、はい、最初はグー、じゃんけんポン、うん、やっぱそうきたね、うん、合わせてみたけどさ、いや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 、で、次は何来ると思いますか、何来ると思いますかね、それに対して俺は勝ちます、はい、宣言しました、はい、最初はグー、じゃんけんポン、嘘、はい、嘘ね、法則があるんですよね、なんで言ったじゃん、宣言したからね、次勝ちますって言ったからね、言ったのにじゃんけんしたかったからね、おかしい、なんで勝てないんだよ、俺はだからやる気ないときにじゃんけんパーンって言って、はい、何も考えてないから、はい、パーンってパーンって出すじゃん、でしょ、なんかおかしい、絶対いいじゃん、じゃんけんはおかしくねえよだからイカサもしてないから多分、うん、相手がわからない速さでちょっと遅らせて出してる技術かもしれません、そんなことやったら俺いくらでもじゃんけん勝てるわそしたら俺だってもう AKB 総選挙出たら毎回見て優勝だわワンフレーム遅らせる、そんなことないな、うん、うーん、じゃんけん難しい、じゃんけん難しい、はい、ということでね、今回はこちらのトリプル X、アサイ&ブルーベリー&ザクロ、こちらの商品を説明していきたいと思います、なんでですか、別に通販番組でもねえし、仕事も無茶したい時に、遊びも仕事も無茶したい時にって書いてある、うん、こっちはね、心も体も負けそうな時にってこれ負けそうなんですか、ということはこれは要するにメンタルを鍛えるということなのかな、これ飲んだらメンタルが鍛われるんじゃないですか、なんかなんだか気分が乗らないし、お財布の中身もえ、うん、なんか小さい文字でたくさん書いてありますね、もうここ、うん、中身も心も、はい、そんな、なんて読めばいいのか分かんない、どこ読んでるんですか、お財布の中身な、中身もそんな、心もとない、心もとないですか、心もたない、はい、心もとないです、そんな時は寝てるのが一番とか全然前向きじゃない、どうでもいいよ俺なんかこれ読んでたらなんかマイナスになりそうもういい時間ですよ、そうなんですよ、はい、ということでね、毎日ね振り返ってのも話してもちょっとね途中から余談になりましたけど、と、ね、いうことで、はい、まあ、ここで告知の方行きたいと思います、はい、はい、水木は、毎週火曜日夜9時からですね、目指せ芸能界デビューという、芸能界に憧れている方、これから目指したいという方を応援していく番組をやっております、はい、あとですね毎週水曜日に、まあ、本編の方で、女子力アップ番組、まあ、水木とかなでノンカオルの女子力番組をやっております、はい、はい、あとブログは水木さんのブログで検索してくれればいろいろ出ます、今ツイッター、フェイスブックやってますが、ツイッターも結構今1700ぐらいフォローとフォロワーがいまして、まあ頑張ってますのでよかったらフォローしちゃってください、ありがとうございます、はい、じゃあ私の方からです、うん、かなでかおるで検索し、普通に検索したら出てきます、ツイッター、ブログ、うん、フェイスブックですね、うん、そうですね、そして、フェイスブックページ LBS ミュージック、うん、モデルヘアメイク部もよろしくお願いします、こちらは私たちの活動やら、うん、そうですね、あの番組出演者募集中ですとか、はい、はい、いろいろ書いてますんで、楽しい、まだ立ち上げてちょっとなんで、これから充実させていただきたいじゃない、
行きたいと思いますので、よかったら見に来てください。お願いします。いいねもお願いします。いいねいいね。こんな感じで大丈夫ですか。はい、はい、はい、じゃあタイトルコールして終わりにしましょう。はい、はい、ということで今回も、水木とかなでかおるの脱力アップ番組バイ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 迷っちゃいました。